バナナの黒い斑点の名前はシュガースポット、パンの袋の留め具の名前はバッグクロージャー、天井の模様の名前はトラバーチン、カニを出す棒の名前はカニ甲殻類代替部顧客見取り出し器具、醤油やタレが入っているこの容器の名前はランチャーム、フランスパンの切れ込みの名前はクープ、お寺や神社の柱の上にある玉ねぎみたいな装飾の名前はギボシ、カバンなどのベルトの長さを調整するこれの名前はコキ、鉛筆と消しゴムを留める金属の部分の名前はフェルール、視力検査の C の名前はランドルト管、視力検査で片目を隠す器具の名前はシャガン紙、選挙カーのウグイス嬢の男性版の名前はカラスボーイ、時々や久々などで使われるこれの名前は踊り字もしくはノマ、ハテナの正式名称はクエスチョンマークもしくはインタロゲーションマーク、びっくりマークの正式名称は感嘆符もしくはエクスクラメーションマーク、からの正式名称はチルダ、びっくりハテナの正式名称はダブルダレ、アンドの正式名称はアンパサンド、顔文字でよく使うこれの正式名称はアクサンシルコンフレックス、海ぶどうの正式名称はくびれづた、別名はグリーンキャビア、宮古島での呼び名はキャフ、みかんの外皮の正式名称はフラベド、フラベドの内側にある白いふわふわの正式名称はアルベド、自転車のベルの正式名称は軽音機、パトカーの正式名称はパトロールカーもしくは警ら車、パンチパーマの正式名称はチャンピオンプレス、コンセントの正式名称は配線用差し込み接続機、お盆の正式名称は裏盆へ、東京タワーの正式名称は日本電波塔、普通自動車免許の正式名称は普通自動車第一種運転免許、教員免許の正式名称は教育職員免許状、ホッチキスの正式名称はステープラ、ステープラの針の正式名称はステープル、コンパスの正式名称は分回し、アットマークの正式名称はコマーシャルアット、コロコロの正式名称は粘着カーペットクリーナー、ハンコのシャチハタの正式名称は浸透印、ウインナーの正式名称はウインナーソーセージ、ウォシュレットの正式名称は温水洗浄便座、梱包材のプチプチの正式名称は気泡緩衝材、音痴の正式名称は先天的音楽機能不全、キスマークの正式名称は吸引性皮下出血、鼻毛の医学的な正式名称は尾毛、賢者タイムの正式名称は射精後不応期もしくは性交後憂鬱、性交後じゃなくても性交後憂鬱。ご視聴ありがとう。チャンネル登録高評価よろしく。それではまた。